とうとうこの日が来てしまった。実況は私、ジュンカビラ、解説は毎度おなじみ、青木青太郎さんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ウィザーズ VS 2010年のオールスターなんですけど、ウィザーズ VS 2010年？はい。大のオールスター。はい。そうそうたるメンツがもういるんですけど、あのウィザーズ、あの八村君全員99です。あ、で交代なしにして 5人メーターマックスってこと？メーターマックス、うんうんうん、1人だけ普通のメーターがいます、八村君が。はい、77か6かな、分かんないですけど、通常メーターってことで、ね、はい、うん、あの背番号も全員変えて、うん、5人しか出ないですけど、うん、これあのだから市村君、二村君、三村君、四村君、五村君がいるんですけど、その中の1人だけ普通の八村君がいます、うんうん、紛れてます、うん、これを当ててください。それすぐわかんじゃない？でも俺が操作 しないっすよ、だって、うん、コンピューターなの、うん、あ、そういうことか。はい、あーや、どうなんだろうね。でいきますよ、行こう。さあ、まあ身長は2m3だっけ、はい、3ぐらいですね。あ、まあバランスのいい体型、はい、はい、オールラウンダーってことですよね。そうですね。ケビン・デュラントがいます。はい、あ、カリーもいる。2010年、そうですね、うん。あ、ヤニスとかいないんすよね。ヤニス、あー、外す。セカンドも強いでしょ。ゴムラ君が取っていく、うん、あれゴムラ君、あ、そうそう、あ、なるほど。おおい、あー、まあ4は違うな。これ小規模でいけばもう、あ、なるほどなるほど、はい、ケビン・デュラントとドワイト・ハワードが今、あ、そうですね、ドワイト・ハワード全盛期すごかったです。 うまい。あ、俺世界バスケ見に行ったからな。そうなんすか。うん、それ2000何年だ、2000年かな、うん。さあ、八村、市村君から三村君ですかね、これは。三村君ですね、はい、うん。ちょっと怪しいぞ、こいつ。ちょっと怪しい、うん、あ、ほら、怪しいぞ。ああ、うん、チャージングか、チャージングか。でもスピードはまあまあ出てたんで、そうですね、まあ、候補には入れときましょう。まあでも、もともと結構スピード出ますけどね。ハーデンもいるじゃん、これ。そうですね、これ今のオールスター10年前からそこまで変わっていない。ドワイト・ハワードだけが良くなった、悪くなった、年をハーファールだ、うん、そんな印象ですね。ドワイト・ハワード全盛期やばかったっすもんね。やばかったです、はい、あのね、ドワイト・ハワードとレブロンだけ別格でした、世界バスケ見に行った時。デアンドレ・ジョーダンどうでした？デアンドレ・ジョーダンいませんでした、もはやいない。あの世界バスケじゃなくて全盛期の時。あ、まあ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 、まあ、悪くはない、うん。あー、なるほど。4対2。2010年からハーデンいたっけな。いや、多分いないですね。いないいない、いないです、いないです。いないよね、はい、2016ぐらいからですね。そうだよね。で、はい、なんでいんの、なんですか。おい、あー、これ1番も違います。こんなプレーできません、普通の通常メーターだと。はー、違う、2017か17、18ぐらいか。消去法でいくと1、今の1でしょ。あれ、さっき何番つったっけ。分かんない。神経衰弱状態ですね。これ覚えてないとダメですよ。そうですよ。まず1は消されました。さあ、2番が運んでいく。で、さっきの怪しいの何番つったっけ。それもちょっと、忘れちゃったよ。ちょっと、これ記憶力の問題になってきてます。さあ。あ、1はこれはもう絶対あれです。うん、絶対あれです、うん。パスを回して。うん、早いパス回し。よし、よし。あー、外すね、うん、おー、ゴムラ君、あー、5番、うん、あー、外すか、うん、ドフリーで外していく。6対4、やっぱいい勝負しますね、うん、やっぱメーター99の選手は、ま、異様にシュートが入るんですよ。あー、そうですね、はい、はい、うん、いいリバウンドだ、うん、これは何村君ですかね、4村君か。これは4番ですね。あー、外に出て、うん、4が、うん、また意味のないパス回しをするのか、うん、さあ、カリー、コミスマッチですね。あ、これ1も違う、絶対。さっき1って言ってなかった。え、さっき1って言ってなかった。あ、1が違ってたんだ。決めていく、決めていくの刃。3も違うんだ、3ないだろ。いや、え、あ、ちょっとありますよ、3は。あるの？ありますよ、うん、それまた叩かれますよ。炎上しますよ。あー、ファール N1。 誰？レブロン。レブロン、はい。え、なんで2010にあれハーデン入ってんの？確かにそうですね、だって2018ぐらいからですもんね。いや、いや、17ですね。10、あ、そっか、2017からあれか、ドラフトされて。いや、だってカリーもこう2010年はいないだろう。そうですね、カリーこそだってもう2010
中6ぐらい、8か8、あそうか6か 6ぐらい、6でドラフトされてそこからっすもんね。ドラフトされたのもっと全然前だけど、活躍しだしたのは2016とか7。ちゃんと見てください。いやいや、うん、のあのそっちはいいんですよ、うん、あの八村くんの方、うん、はい、三村くんが決めていく。ちょっと今のところ1しか潰せてません、うん、もうちょっとキレのあるプレーを見せていただきたい。確かにそうですね、うん、ディフェンスでは正直分かりません。そうですね、ディフェンスはちょっと分かりにくいかもしれないですね、うん、さあスクリーンかけて、うん、まあ向こうもねメーターみんなやばいんで、まあやばいでしょうね、はい、うん、これは難しい。あえ、なんか4番、いやちょっと今のプレーじゃ、あ、ベンチも全員八村くんだな。あ、でもあれ出ないですね。出ないんだ。これかあれ変わらないようにしました。ちょっとあの、オースフィールドちょっと、うん。クリス・ポールが出てます。あ、そうですね。うん、あ、うまい。クリス・ポールからドワイト・ハワード。クリス・ポールは、まあ、入ってておかしくないのかな。そうですね。うん、2018ぐらいか。でも何がクリス・ポール。いや、もっと全然前ですよ。あ、そうですか、うん、何も知らないじゃないですか。三村くんが決めていく。3番も。まだ、うん、まだちょっと何とも言えません。今のプレーだけでは厳しいジャッジです、うん、あ、レブロンらしいプレーが出た。13で、あ、いい勝負ですね。消去法でいけばいいんですよ、はいはい、消去法でいけば、なるほど、うん、恋愛と一緒ってことですね、うん、恋愛の消去法はありません。はい、名言いただきましてありがとうございます。あ、ファール、あれ決めるだろう。いや、あれメーター99あったらダンクに行けるな。確かにそうですね、うん、4番怪しくなってきたな。フリースロー決めていく、うん、決めていくの。いやいや、15対13、やっぱでもセルンですね、やっぱ99にすると。あれ、レナード入ってるぞ。本当だ、レナードこそだって2020、いや20ってことはないんだけど、はい、レナードが、うわ、ちょっと待って、今誰ブロックした。八村くんですね今のは。いや、今のブロックはあれは普通の目で、5番でした。今ブロックしたのはあのブロックは普通できません。ちょっと5番が怪しくなってきました。うん、4もない、4もない。4えぐいダンクを見せていく、1と4が消えました。今のところ1と4が消えました、うん、わお、さすがハーデン。そうですね、うん、今のはよく決めれましたね、うん、決めれましたの、決めれましたの刃。あ、惜しい、うん、おー、すごい、決めた。これ多分どっちだろう。今のリバウンドもまあなんか、このダンスもなんかメーター99出てあれ関係ないっすね。八村どっちだろうこれ。あ、まあまあクリス・ポールが相手だったからな、まあ、間に合いました、ね、うん、え、これはカウントです、カウントです、うん、はい、これちょっと覚えるのがまず大変。1と4 そっから、うん、ちょっと取ってもらっていいですか、飲み物。何これ、これもすごいんだ、あの、うん、ずっと冷えてますこれ。冷え冷えロード、冷え冷えロード。いや、でもまあこの部屋クーラー効いてるから、もうそんななくても冷え続けるでしょ。いや、そんなことないっすよ。お、2番が華麗なシュートを決めていく。あ、ちょっと見逃したな今。巧みなフックを見せていく。カリーこれ決めるんじゃない。わーお、わーお、ベンベンベン。あ、点差見てなかったけど、はい、まあいい勝負。そうですね、うん、つまりこれだってメーター99にしたらもうすでに八村くんではない。まあそういうことになります、ね、レブロンを99にしても八村くんを99にしても同じになるってこと、はい、いや、どうなんすかね。どういうこと、それは。それはちょっとわかんないけど。知らないんだ。はい、それは知らないんだ。さあ、ドワイト・ハワード、長くない？3秒いない？3秒なっちゃうんじゃない、うん、ドワイト・ハワードもだって1990年ぐらいか。違う、全然あれだよ、世界バスケの時来てたからな。世界バスケが2000年だよね。2000年、いや違う、世界バスケってなんだっけ、2007だっけ、伸びつき来てたんだよな。 さあ八村くんがそう、みんな八村くんなんで、パスを回して面を取る。カリーのところチャンスだと。ちょっと2番怪しいな。ちょっとファールにはもらえず、うん、ちょっと2番怪しいです。2番をチェックしていく。あ、ついてってる2番、あれか、さっきは、うん、
リバウンド取った、うん、さあ早いパス回しからのどうする、一回場を和ませていく、あそこミスマッチいくんじゃないですか、やっぱ2番、いやみんなあれだな、1番とかが攻めちゃったよな、確かに、まあ、ミスマッチですもんね、まず、あ1番だとポイントガードで、そうなんですよ、あそっか、はい、カリーとかミスマッチなんで、1と4が消えて他の選手だよな、結構例えばメーターが高くても、ミスマッチは結構きついんで、そこなんですよね、そこなんだ、あ2番のブロック取っていく、そろそろ蹴っ、え、あれ入ってたら4、あそっか4は決定なんだ、1と4が決定なんだ、覚えらんないな、ちょっと、うん、さあカリーパス、あーすごい、え、これ大決めた、いやこれ3は怪しくなってきたな、あのスティールできないでしょ、さあジェームズ・ハーデンが決める、でも意外と動けますから、何がメーターそんな99じゃなくても、うんうん、意外とまあまあそれはね、そうなんですよ、うん、はい、3番がお前パス回しから外す、外すか、珍しいですね、2と3と5ね、うん、あカーメロやっぱり出てきましたね、はい、うん、やっぱり僕の記憶は正しかったです、カーメロアンソニー27対21、うん、打たない、ここは無理だ、ちょっと厳しい、身長差がありますからね、うん、あドワイト・ハワード、そこでもらって何をする、危ねえ、何番、何番、1番が打ちましたか、2番、いや 4番か、4番か、ちょっとジャンプ低かったな、ジャンプしないジャンプシュート打ったよね今ね、ジャンピングシュート的な、いやいやもうジャン、もう全然ジャンプしないシュートみたいな、あメロっぽい、あそれはちょっと無理だろ、目の2人、八村君囲まれて、4番はメーターがマックスなんで、ここでまずタイムアウトです、タイムアウト、あれヤニスいるじゃん、ヤニスいます、どこにいます、ほら一番左、本当でも出てないし、何言ってんの、でもヤニスだって2020年でしょ、20年じゃない、ドラフトされたの、2019だ、2019年にドラフトされて、あと今違うでしょ、だって嘘言うの知らないの、知らないんだもう、知識ない人やだ、おい、あと今あれローズいましたね、ローズ、うん、あそっか、うん、デリック・ローズ、デリック・ローズ、あアンソニー・デイビスは絶対いないぞ、確かにそうですね、アンソニー・デイビスは絶対違いますね、アンソニー・デイビス、だからコービー・ブライアントとかだよね、2010年は、そうですよ、余裕で、はい、あとまあノビツキ、ティム・ダンカン、ダム・ティンカン、あー苦しくなってきた、ファウルじゃない、あー惜しい、向こうは別にいいんですよ、なんか気になっちゃうんだから、実際10年全然違うからさ、全然違くないんだけどな真面目に答えると全然違うんだもん、コメント欄その嵐ですよ、全然違くねえよって全然違う、ね、あこれ何番、2番、2番、いや 2番も2番もこう違うっぽくない、あんなあんな、まあ、こねないだろう、いやまあでも分かんないですよ、ちょっとここら辺で1個落としとかないと1個落とす、そうですね、賞金もなんでね、先行からね、先行から確かにそうですね、うん、ああここでハーフタイム29対23、ここまで見てどうですか、青木さん、今のところ2人しか落とせてます、はい、あなるほど、何番と何番ですか、うん、今の1番と4番で、はい、1番と4番がメーター99だと、メーター99です、これは間違いない、でもまだ今後変わるかもしれないですよね、変わらない、変わらないです、これは変わらないです、ここを変えてたら、はい、なんかもうおかしくなっちゃいます、はいはい、さあ午後の部スタート29対23、うん、これ背番号がポジションになってんの、あまあ一応分かりやすいようにしようかなと思って、そうしたんだ、はいはい、その情報を初めから欲しかったな、あごめんなさい、あっとこれはケビン・デュラントのファウルか、危ない、オフェンスチャージングになるところでしたね、そうですね、1番1村くん、2村くん、3村くん、4村くん、5村くんにしました、なるほど、それはその情報は欲しかったです、はい、全員背番号じゃさすがに分かんなくなっちゃうんで、うん、8だと、うん、ちょっと苗字を変えさせてもらいました、苗、うん、字苗字は変わってないですけど、うん、はい、数字をね、数字をね、
おお、ドンク行こうもん。いや、ちょっと5番も消、はい、消そうかな。なかなかあんなり底抜きはできないと思うんだよな。あ、でも相手センターだからね。そうなんですよ、まあ、そこもあるんでね、ちょっとそこは難しいんですよ。すごいシュート。あれはドワイト・ハードのせいです。カリーのところやっぱちょっとミスマッチ疲れちゃいますね。今5番だろ。そうですね、うん、5番がちょっと今の候補になってます、はい。さあ、ぐちゃぐちゃになってる。これは無理なシュートじゃないか。うん、さあ、注目の2番。ああ、2番がパスカットされたか。これパス能力みたいなのもあるの。うん、まああるけど、そこあんま、でもコンピュータ、あのレベルですね、もうこれは。あのなんつうんですか、あのコンピューターのレベル。レベル、はい、うん、やっぱここついてくるか。こうなっちゃうよな、あれ。あ、うん、あ、すごいな、レベル99をブロックしたドワイト・ハワード。まだ分かんないですからね。いや、もう分かります。これ全盛期のドワイト・ハワードだからな。でかいんだよドワイト・ハワードは。あそこの方はどうなんでしょうか。そこの方は大したことありません。そうなんですか。はい、でかそうですけどね、なんか兄ちゃんですけどね、そういう風にそういう風に見えちゃう、うん、あ、時間なかったんか。あ、時間なかったんか、ね、はい。さあ、ハーデンが、うん、ディフェンスで判断するのは難しいですね。そうですね、オフェンスの方がまあ分かりやすいですよね、うん。あ、よくチェックは出てるけどね。わー、すごい。誰、ドワイト・ハードじゃないですか。2010年鬼門ですよね。ドワイト・ハワードが活躍するってことは5番の選手がディフェンスできてない。ああ、わ、このダンクは普通できません。スラム&カメラ、うん、35対25、10点差。まあ、やっぱ実力やっぱ勝っちゃうんですかね。まあ、それはそうでしょ、99なんで。でもなんかバランス取れてるわけじゃないですか、うん、あの向こうの方が。そうですか。99なんでもう変わんないですよ、もう全部が良くなってるんで、ハンドリングもいいし、ねえ、インサイドもいいし。パスを回す、ナイスパスからのあー、3を決める、市村君が決めていく。あ、やっぱ1割目レベルマックスですからね。さあ、やっぱ厳しい。おう、また面取んのか。うん、面取っちゃうな。一番じゃないんだよなみたいのは。これ絶対底抜きしちゃいます、これは。あ、強いドワイト・ハワード。いやー、でも八村君も強いな。分かんないですよ、でも何がこれがもしかしたらの可能性もありますよ。それどういうこと。あのメーターが低い可能性もありますよ。誰がうるせんだよ一番はもう消去したんで。目がかゆい。あ、ヤニス出てきたよ。本当だ。ヤニスおかしいっすよ、2010年絶対。おかしい、2010は。あ、ローズも出てきました。おかしい、2010は絶対。デリック・ローズが出てきました。さあ、クリス・ポールが。うん、ウェイドですかね。あ、ウェイドか。はい。はい、ね、ウェイドはやっぱ良かったですね。はい。かわいい。いや、それよりこれだな、もう1番が攻めちゃうな。だ、3が怪しいですよ。3、今のところこの選手3が、うん、あれちょっと待てよ、怪しくなってきたな。外していく、うん。さあ、クリをかけてボールもらえず、うん、あ、4番もまあまあ早い。あ、いや、今そのシュート打っちゃダメ、2K ではダメなの。あのシュート一番ダメですね。え、なんで。あの絶対入んないです、あのシュートは。
だあのごっつぁんゴールみたいな。ああそうですね、絶対ないです。わーわーお、デリック・ローズポーポーポー。さあ、あのシュートマジ続き入んないんですよ。あ、そうなんだ。一回現実だとまあ入るじゃないですか。一回立て直さないといけない。そうそうそう、続きの悪いところあれゲームだな。ところはマジゲームなんですよ、言えねえけど。外すショート、うん、3怪しいですよ。3怪しい、うん、はい、今のところ最有力候補です。3が3と53とことに、まずは回していっぱい多いな。1と4の可能性もありますよ。でもここがないいやないのよ。もうワンプレーで、ね、いくつもねプレーを見てきてるから、はい、カメラここですか。これかいや、なんか俺ずっとこうやってやってるのなんか見てくれないなと思ったんで、そういうことで、はい、カメラここです、うん、はい、あ、そう、あ、そうです、お願いします。こっち見ちゃってた。わかる、俺もこっち見ちゃってたんですけど、はい、さあ時間がない。ちょっと無理なシュートを打って42対31、第3クォーター終了。時間がなくなってきた。3分ぐらいにすればよかったですね。これ5分なんですけど、もうちょっと短くても面白かったかもしれない、うん、はい、コンピューターはあれか、コンピューター、あ、でもあれか、向こう変わるのになんかこっちは変わんないな。何が、ウィザーズ選手、うん、選手変えないようにしたんだけど、でも向こう変わるんだと思って、俺が操作してないじゃないですか。あ、そういうことか、うん、こっちも変わってんじゃない。いや変わってないですね。他は全部8にしたんで、いや今4パスうまかったの。あ、そっか、4は決定なんだ。また、だって1と4が攻め、あ、3だ、3か、ちょ、3怪しい、3が怪しい、最有力候補、3、おっ、わーお、決める。やっぱりなー、メーター99だからな。でも分かんないですからね。分かるよ、ま、シュート力は99分かったって、分かるじゃん、だって。そんな、だからこれレベルが、あと今日暗くない。え、そうすか、電気暗くしてんの。いや、してないですよ。あ、電気つけてない。なんですか。わーお、なんかそっちの方がいい雰囲気かなと思って。いや、忘れただけでしょいってていってていってていって、あ、3打たないか、これ3怪しいぞ、これ。ああ、でも頑張ってるね。ああ頑張りポイントは高い。頑張りポイントは高い。頑張りポイントも99にしてやつ。頑張りポイント、頑張りポイントとかないっす。ないんだ。でも積極性とかあんのかな。2Kにはないんだ。2Kにはあんまないかもしんないっすね。ちょっとそこら辺も次の会議で話しましょうか。頑張りポイント、はい、頑張りポイントとかないんですか。要はさ、マーカススマートとかってことで、はい、だからまあハッスルポイント的な感じですよね、だから、はい、ベバリーとか、はいはい、ねえ、ハーデンとかね。ハーデンはゼロです。ハーデンゼロ、うん、ゼロではない。5番、なんか5番久々に見た、はい、49対33、点差つきましたね、うん、最初ちょっといい勝負なのかなと思ったけど、うん、あ、惜しかった。5番のスチール、5番こんな、八村君こんな運ばないもんな。あ、4番ね、4番、うん、もうでも分かんないです、4番かもしれない。いや、4番は違うよ。残り3分切りましたあ、カリーちょっと苦しい、これは、うん、スクリーンをかけて、ちょっと難しいシュートかな、これは。あれも続けて打ってはダメです。あれはダメなんだ。ダメなんです、うん、3番、3番見たいな、これは。 2番、あ、2番も久々に見た。あー、どっちに来られた。いや、ちょっと待って、俺2番って久々に見たか、初めて見たかもしんない今日さっき言ってたじゃん。なんて普通に、お、決めるかとか言ってなかったっけ。2番、うん、あとフックショート決めた。あ、それ見てなかったのか、うん、カリーがそこは外す2番初めて見たな、全然ボールを触れさせてくれない2番ポジションなのに。それぐらいのこと、もうやっぱ4が攻めちゃうから分かりづらいよ、うん、確かに4は攻めますね、うん、1と4が攻めちゃう。でもちゃんとしたメーターだからこそ攻めちゃうのかもしれませんね。それはあると思いますよ。はい、それはあると思う、うん、それはあると思います。たまには認めてくれるんです。いやいや、初めてまともなこと言いました、ジュンチュンが
すごいパスね。通ったからいいけどな。確かに通ったからよかったですけどね。あれとんでもないパスでしたよ。普通だとどっか行っちゃいますよね、あのパス。あれは行っちゃいます、あれは。またここで、またやっぱこのミスマッチをついていく。これはちょっとな、ミスマッチか。そうなんですよ、ミスマッチです。残り1分20秒、残り1分40秒、20秒、はい、チェック入った、ナイスチェック。リバウンド取って4番から二村くんクロスオーバー見せていく。ここ場を和まして四村くんにパス。四村くんからの、これ何村くんだ、これは全然見えない。1だ、あ、1村くんか。もう1と4でやっちゃうからな。あ、惜しい。でもちょっとなんとなく、あ、ウエストブロック。あ、ウエストブロック、ウエストブロックおかしいっすよね。ウエストブロックはおかしくない。いる。さあ、あのサンダーにいた頃のウエストブロックだよ。サンダーいましたっけ。うん、へえ。サンデュー。さあ4番が、あーちょっと無理なシュート、怪しいぞ。4番1番怪しいですね。ちょっと1がやっちゃうな。あんな、あれシュート絶対決めますもん普通。いやいやいや、あれは入んないんだけど、それをねじ込んだ1番ですよやっぱり。いや、あれはもう誰でも入ります、1番のやつは。外す。4番あれ普通は打たないっすね、あんなシュート打たない。さあパスを回して、また、あ、ここはデリック・ローズですかね、ディフェンス。3番っすね。いや3番もまあまあ切れてるからな、これ大変な。あ、5番、うん、いけ。いや結局1か。また4だ、1と4だよ結局。あー外す、残り5秒。4 3 2 1。はい、ってことで、はい、試合が終わりました。何村くんでしょうか。いや、なんだっけ、2村くん2です。はい、これは自信ありますよ私。二村くん、ちょっと見てみますか。全くボールに触れてませんでした。はい、待って、あ、スタッツ見る。あ、そうですね、はい。あ、でもこれ、そうか、分かんないか、背番号分かんないです、ここじゃ。うん、あ、分かるわ、背番号書いたら、ここに。どこに書いてある。あ、ほんとだ。うん、4 1 1、うん、3、あ、じゃあ、あ、か、こ、見ていくか、こっから4から、うん、見れるんで押せば、うんうん、あ、99ですね、4は。あ、99です、はい、やっぱりね、4が一番目立ってましたよ、はい、次1じゃないかな。次1じゃこれですね、うん、はい。おー、やっぱここはね、なんかね、ジュンジュンがすごいこう騙そうとしてきたから、はい、ここはもう間違いない、伝わってきました、鉄板です、はい、ここは、はい、じゃあ次、次3村くん、うん、ここからねちょっと怪しくなるんですけど、はい、うん、まあ大丈夫じゃないかなと、はい、うん、おお、性格、あ、性格もあるんだ。あ、そうですね、性格なんて書いてあります、感情豊か。さあ次五村くん、やっぱね、はい、やっぱ2が一番下だったよね。あ、2が一番下ですね。しかも打ってはいるからね。そうですね、打ってますね。あ、まあでもこの五村くんが打ってないですね。まあセンターなんでね。あ、そっか、センターか。1と4がギャンギャンに攻めてたんで、はいはい、じゃあ見ますか。はい、じゃあ五村、あ、じゃあ2、あ、どうしようか、どっちから見ます。え、分かっちゃった今ので。どっちから見ます。え、今ので分かっちゃった。何ですか。5だな、正解は。 5でいいですか。5から見よう、うん、正解は5ということで。いや、正解2、はい、正解2だけど。あー、正解、残念、青木さん。いやいや、もう5っつっちゃったんで、もうダメ。いや、これはもうダメなんですよ、こういうの。いや、もうこのルールの元でやってるんで。待って、だから1じゃないですか、もう二村くんです。ずる、ずるしてる。ちょっと5村くん見して、ほら、性格感情豊かじゃん。全員感情豊かだったよ、ニュートラルになってる。ほんとだ、それもちょっと分かんないです。これやられた。いやいや、でも5にしたんで。当たった。いや、もうこれ不正解ですね、残念。本当に見事騙されました、青木さん。謝罪してください皆さんに。今お願いします、真面目に。ちょっとじゃあ大きくするんで、 すいませんでした。自分の考え甘かったです。すいませんでした。